和国日本、皆様はこの和という言葉を聞いて何を連想するでしょうか。和をもって尊しとなす。この言葉はみんなで仲良くしてことをなしなさいという意味ではありません。ではどういう意味なのか、こちらの動画をどうぞ。最も素晴らしい生き方とは、日本人の中心にあるのは和。和をもって尊しとなし。17条憲法第1条。これは日本で最初にできた憲法です。中央集権国家の体制を確立し、実質日本国の確立とも言えます。その偉業を成した人物が聖徳太子。私たち日本人が大切にしているもの、それは和。この和こそ日本建国の確立の中心にあり、日本人そのものになります。その和の精神は憲法十条に定められています。人には聖人も愚人もなく、共に凡人に過ぎない。この世に完全無欠の人間などいない。だから意見が食い違うのは当たり前。より良いものを作るには道理に合った議論が必要。そのためには和らぐをもって尊しとなしが必要である。これは和を乱さない、仲良くしなさいという意味ではありません。和らぐ環境を作って、みなで意見を出し合いながら議論しなさいという意味なのです。人間が持つべき5つの徳、仁、礼、信、義、智、そして最も最高位にあるのが徳です。智、知恵があっても正義がなければ略奪に過ぎず。義、人は正義のもとに争うが、信頼があれば争うことはなく。信、信頼は感謝や尊敬、礼儀正しい人に集まり。礼、礼儀を知ると人の慈悲、人の仁愛を理解し。仁、人のために尽くすのが仁であり。徳、それらすべてを卓越した人に徳が備わる。聖徳太子は官位を人の徳によって、位を6つの大小に分けました。これを官位12階と言います。今もなお息づく日本の心、互いを思いやり、人を責めることなく、苦あれば手を差し伸べ協力し合い、利益に翻弄されることなく徳を積む。私心を捨て凡人であることを受け入れ、神を敬う。私たち日本人は手を合わせる姿がとても似合う民族です。